サスケオールスターズをはじめアメリカの星、ベテラン、新世代と全員が第3ステージ経験者、まさに最強の7人が出揃った。ついにやってきました、サードステージです。I mean, it's great. It took a few seasons to get here together, but finally we're here. ここに電気がつきました。はい、そうですね。綺麗ですね。行きたいですよ。新世代として。若い子には負けないという、ね、気持ちもあるけど、やっぱり、ね、どうせならファイナルで楽しみながら勝負をしたいですよね。Check out what's going on stage 4. あれだけの身体能力はできる。夢の頂に初めて外国人が立つ。20回目の夜を祝す歴史的瞬間へ。眼下に見下ろす街並みは、果たしてこの男を祝福するのか。海を越えて極東の地日本にやってきたサスケという名のこの魔城に挑む男、誰よりも高いものを見ると興奮する男、そして越えそうで越えられない、そんな障害物を見るたびに闘争心が湧き立ってくる。アメリカからやってきたミシガン州出身プロフリーランニング選手、リーバイ・ミューエンバーグ、21歳ただ一人サードステージに勝ち残った。さあファイナル進出をかける。ミシガン生まれのリーバイ・ミューエンバーグスタートしました。左手右手とさあ前に進めていく。21歳、1m80cm、72kg。 中学校までは陸上競技に野球にスノーボードにフットボールとさまざまなスポーツをこなしていたそうですが、なるか、落ちてしまった。明らかに周りの人々の営みとは全く無縁のような光り輝く鋼鉄の魔城サスケ、そのサードステージがファイナルステージへ続く最後の関所となります。このサード現れるのか否か。サスケ予選会を通過してきた、その中でも30歳という年齢から自ら兄貴分と称しています、漆原裕治のチャレンジです。学生時代に一度は履いたことがあるあのローファー、靴のメーカー春田販売株式会社の営業部員、いわゆる靴の営業マンです。30歳という年齢にして掴んだ左右、この段差のある鉄のパイプをうまくリングを滑らせる。さあ順調だ、足をかけた。14秒でまずはサスケオールスターズが引っ張ってきたサスケの時代はもう終わりなのか。さあ漆原が行く、下いいぞいいぞいいぞ、素晴らしいテンポだ。ここもあっという間、最小限に二の腕の乳酸はとどめているはずです。さあしかし菅野もここから苦しみだした。同じ予選会の仲間たち、その仲間たちが最後まで漆原であり、また菅野がこの漆原にパワーを与えます。さあ指先の力、右斜めに上がって止めるのか。さあ飛んだ、ここも来た、漆原来た、早い。さあここで足、
板間に手をかけた。信じられない39歳です。どうだー、滑り落ちたー、滑り落ちた。人の営みと遠く離れたこの魔の森に、人の心を捉えて離さない魔の城があります。ファイナルステージを目指す最後のセクション、サードステージの8つの難関、武田は5つのエリアをクリアしていきました。そして残るは最後1人の男にその夢が託されています。2年前にこの高み頂に登ったこの男、そして2008年の秋、再び武田誠が行きます。第17回大会の完全制覇者、長野誠。長野にとってこのサードステージは1年半ぶりということになります。前回はセカンドステージでの不覚、その前はファーストステージで不覚を取ってしまった。長野にエリア一つ一つを見せてきました。早い、この戦い、苦にするかそれとも苦にしないか。長野前進、あっという間に登った、そしてあっという間に降りていった。飛び出ました。3枚目掴む、4枚目、一気に長野の体が踊りました。長野が出ました。前回完全制覇の長野、2大会連続のファイナルステージに向けて、長野誠、さあ飛べる飛べる、ここから距離がある。さあどうするか、長野が体を振って飛ぶのか。さあどうだ、掴んだ、おお、自ら競技を止めた長野に騒然となる場内、一体何があったというのか。この2段目から3段目、ここで右手を出し、左手が体を支えてしまった、このヘリの上の部分となりました。これは失格です、これは失格となります。長野誠、クリフさんが思わず左手、縁の上の部分に手を伸ばしてしまいましたが、でもいけるかなと思ったんだよな、心の中で少し期待してたんだけどな。ああ見たかったよ。固い契りを交わした日米の誇り、頂に集うは世界の夢。最後の一人となったのはアメリカ生まれの忍者でした。20回を迎えたサスケはいよいよ新たな時代に突入していきます。